たいかな。はい、あ、ごめんなさい、行き過ぎました。はい、ちょっと一回これでテストください。完全に打ち、完全に打ち、お母さん気持ち前で、ね、で、ごめんなさい、やっぱ外で、で、行きます。ちょっと寄ってもらっていいですか。はい、で、皆さん目線こっちです。出ました、おめでとうございます。開けました、ありがとうございます。開けます。あ、持ってます。必然的に、そう、出したね。で、最後、もう一個だけやっていいですか。皆さん、あ、みんな想像についてもらっていいですか。うん、それでもいいです。一番似合ってるかもしれない。ありますかね、僕らのやり残したこととか。今年は結構いろんなことやりましたけど、まあちょっと個人的なことも話しつつ3人で、まあラストは話してもらいましょう。で、ハヤト、俺、タカが言いました。ではちょっとこれ、じゃあちょっとリスナーさんのもう少し紹介していこうか。はい、紹介していきたいと思います。じゃあ、ハヤト君からレター読んでください。はい、ピーヒャロピーヒャロ3人なんとなく読んで、これ最後は必ずイケイケどんどんどん締めってことですね。そうですね、はい、いついつ、はい、はい、じゃあ、開け、あ、どっち先がいいですか。カーテン開けちゃって大丈夫です。開けちゃってカーテン開けます、うん、あ、じゃあ開けます。お願いします。え、お客さん来てるんだったら拍手ください。おお、聞こえてるな、すごいな。あげるよ。あげて。そう、タカが開けました。そのさ、タカしかほぼ見えてない。両手いっぱいに広げちゃって。今タカしか見えてない。可愛いね。あ、どうもどうも皆さん。おいそおいそ、おいそおいそ、おいそおいそ、おいそおいそ。こんばんは、こんばんは。あ、こんばんは、こんばんは。あと1分で始まっちゃう。まずいまずいまずい、ちょっと皆さんよろしくお願いします。いけいけどんどんどん、はい、ということでまもなく始まりますんで楽しんでください。
こんばんは、ウェバーボーカルハヤトです。ボーカルのタカです。ダンサーのリトルスキートです。そして今夜はウェバーのラジオ生放送でございます。いやーよいしょ、やったー、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いしますよ。まずですね、1個目、毎週欠かさずにウェバラジオ聞いてますよっていう人挙手。あ、ありがとうございます。毎週よ、毎週毎週。欠かさずってところが大事ですからね。ありがとうございます。1の2の1、2、3、4、5、6、7、うん、8名ですか。11人中8名、11人中8名なんで3人聞いてない。3人欠かさずは聞いてないよっていう、ね、正直者よね。でもね、なのに当たっちゃったと、今日当たっちゃったっていう言い方、言い方事故みたいに言うな。あ、ほら、ね、コメントでも結構手挙げてくれてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあコメントも読めますからね。はい、お願いします。ツイッターでシャープウェバラジってつぶやいていただけたら、うん、僕も読めますんで、僕らも読めますんでね、はい、ぜひ参加してください。お願いします。ラジオ聴きの皆さん、はい、胸に手を当てて思い返してみてください。うん、聞いちゃって聞いちゃって。去年もちょうどこのぐらいの時に、今年はやりたいと思ってたんだけどできなかったなとか、はいはい、毎年今年こそはと前から挑戦したいと思っているのになかなかできてないってことってありませんか？うん、そこで、そんなあなたが来年こそは実現できるように、ウェバラジからイケイケドンドンドーンとなる、イケイケダンダンダーンアドバイスとともに、僕たち3人がイケイケドンドンドーンと背中を押していきたいなと思いまして、こちらのコーナーやらせていただきます。よし、お息ぴったり。今日はこんな感じですよ、テンションはね。もう息ぴったり、リハも最後まで息ぴったり最後までチョコたっぷりみたいな言い方すんなということで、まあ、早速リスナーさんからのメールをね、紹介して背中を押していきたいなと思います。ハヤト君お願いします。はい、紹介にもなるかなと思ってこの曲を聴いていただきたいと思います。はい、それでは聴いてください。僕の記憶が嘘をつく。マイク落としてます。ありがとうございます。でこれ押してるから、このまま押してあままで大丈夫なんだけど、はい、次の、アンケートのところも普通にあの会場の子たちとやりつつ、はいはい、でその後もう一度もかけるから、ね、かけるの、カットするの、その次7ページの3人のやつをカットして、うん、3人の話をカットしてメッセージ読んで終わっちゃうっていう感じにすれば、ここあの負けれると思うから、はい、はい、だから、全体的に5分押しで考えていってもらえればいいから、はい、説明するのが46で、かけるの49のイメージ。了解です。めっちゃこのコメントでさ、うん、この曲に対する感想とかみんな書いてくれてるから、それも少し紹介した方がいいと思う。一瞬、うん、せっかく生放送でやってるのはそういう意味だから、はい、リアタイ勢の反応をちゃんと。そうだね。じゃあ、はやとくんいくよ。じゃあ、マイクあげます。お送りしたのは、ウェバーで、僕の記憶が嘘をつくでした。いやー、懐かしいですね。久しぶりに聞いた気がしますけど、今コメントですね。この僕の記憶が嘘をつくをリリースした時にリリーベで、ヴィーナスフォートでのリリーベがありましたね。懐かしい。なんかなくなっちゃったんだよね。そう、今はそう、なくなっちゃって。僕らあの最後にヴィーナスフォートのあのね、コメントを、ね、寄せ書きじゃないですけど、はいはいはい、書かせていただいたりとかありましたね。いや、懐かしいですね。他にもなんかあります。他はですね、私たちの記憶は嘘をつかないみたいなコメントもありましたね。うるせえ、うるせえ、うるせえと言わせてください。しゅうちゃんの2、3、4、喋り続けたのさ。好きだと言いたくて、それだけ言えなくて、こみ上げる想い、いつかのフューチャーを好きだと言いたくて、素直に言えなくて、こみ上げる想い。Man.